やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジョギニハマーです。はい、現在8月11日木曜日の午前1時43分ですね。はい、先ほど夜は猫と一緒3話見終えてね、アップロード終えました。こっからは神クズアイドル6話ですね、楽しみですね。前回ヒカルがえらいことで終わりましたけども、どうなったんでしょうね。はい、Dアニメストアです。で、最後に僕の自己紹介と、ちょっと悲惨な現状を話しますんで、まずは軽く名前だけ。僕の名はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生日に乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。はい、ここに書いてる通り、こんなことをしないとアニメのリアクションができない世界一の過酷なハンデを持つアニメリアクターです。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは行きましょう。 Dアニメストアですね。3、2、1、スタート。前回どうなったの、あれ。前回の終わりから繋がってないよな。前回はあれでしたね。なんだっけ、池さんね。イケメン三直一やったかな。に、出て、朝日ちゃんが張り切りすぎてね、仁淀が、バーチャファイターズの影丸みたいに飛んでたんですよね。舞台袖に。あれ、むちゃくちゃ笑いましたけど。でも、どうやら、手首かな、なんか手の甲かなんかがクリームパンぐらいに腫れたみたいなね。で、朝日ちゃんもやりすぎたみたいな感じで、もう、まあ、反省したけど、まあ、ニュートは、まあ、もし今後骨折るとか、そういう予定があったら先に言ってねって言ってましたよね。で、なんか最後にインターホンになって外に出たら、ヒカルが、背後からサイリウムで、なんか、ニュートをね、抑えたというか、脅したというかってとこで終わったけど、どうなったの、あれかな。なんだこの視界。なんか推し心集めて朝日もがみがやっぱファンなんやな、朝日の。ペンライトで完全
全に北斗百裂拳やったな。MC 一緒なんかな。ガチ勢や。これはめんどいな。タブレットもサイン色紙も入っとる。これなんで家知ってたんやろな。じゃあ真ん中のやつ何してんねん。ほんまこの3人好き。
ガクブル。あれ、ドシンキちゃんって。なんてやねん。バレるやろ、こんな。何、ほっかむりショックって。ファンサって言ったんか、なんて言ったんかな、また。うち抜いた。物好きですね。河川敷のターン、これどういうこと？これはやばいやばいやばい。なに、なに。でもありがとう。ここでだから朝日ちゃんが知るんやろうね。
ファンだったじゃない、今でもファンなんやね。家族も起きて、生きて、生きして。いや、キノコと戦隊も気になるな。おっさんおるぞ。おお、和樹かな。なんやろ。好きなもの、あ、仲のいい人。次こ 次このメガネ割れとる。犬怖いんちゃう？世界の王族と犬って何やねん。あ、やっぱりね。これ今の石井春樹さんね。やはり。昨日見た戸塚七海みたいやね、シャインポストの。
ほら。ああ、まだファンがいたことがね。これ難しいね。お得しんでいくよ。あれ、弥生やな、吉野推し、種崎さんね。先週も特集に行くやったな、先週、なんたらファーマシーの。ちょっともう一回キャスト見させてください。あ、前か。ああ、C パート、ああ、出た、この C パート好き、豚貴族で、ね。いや、面白くなってきたわ。これは面白いだけだね。いや、前回の続きちゃうんかいと思ったけどね。なるほど。大ファンやな。瀬戸内光は、最上朝日の。まさかの、なんだっけ、ちょっと書いたこと忘れたけど、なんたらかんたら、朝日、最上川のね、シャツ着てるとかね。ほんで、タブレット 見せながら、これは何の時のあれのポーズやとか、なんだかんだって、あんだけ詳しいのは素晴らしい。素晴らしいです。ガチオタやね、瀬戸内光。でも、瀬戸内光は、最上朝日にね、憧れて、アイドルになったということが、今回判明したってことだね。だから、舐めてんのかと。舐めんじゃねえと。アイドル舐めんじゃねえという警告をしに来たと。なかなかめんどくさいやつやなと思いましたけれども、ね、その生き別れの妹にサインをしていくという優しさを見せんでいいわ。で、運動会はね、もうちょっと、優也
ね、仁淀のやる気のなさっていうのが良かったし、ただあの握手会に関しては、ドシンキちゃんに物好きだねって言ってキュンと打ち抜いたのはおもろかったですね。で、その時に現れたほっかむりショックね。いや、面白いわ。で、まあ、やはりね、朝日ちゃんが、まあ、知ってしまいましたね。まあ、知ってしまったけど、嬉しいことを知ってしまったかな。その瀬戸内ひかるがファンだったじゃない。ファンだと。やっぱほんまガチなファンの方っていうのは、亡くなってもなお、そらね、もちろんファンでしょうしね。まあ、やっぱそういうのを感じるのが、やっぱり、X のヒデさんとかね。まあ、小崎豊さんもそうですけど、もう亡くなってね、もう30年とか、まあまあ30年言い過ぎですけどね、20何年も経っててね、なおやっぱファンがいるってのはすごいなと思いましたし。うん、で、まあ、借り物競争はもうちょっと今回は、名シーンでしたね。和樹、仲のいい人、もう、次子がすぐメガネ割れるのは大好きです。あの3人ほんま最高だね。で、まあまあ、ね、どうやら、ヒカルはアイドルを引退してくると、ね、仁淀に言ってる、これがどこまでこう発展していくのか、お前ほんまもうやめちまえやとなってくるのか、こっからどうにかヒカルをこう見直させるのか、でそれも朝日ちゃん抜きでね、まあ、抜きじゃ無理かな。でも、まあ、朝日ちゃんは朝日ちゃんでやっぱり死んでもまだファンがいてくれるのは嬉しいってのは分かったけど、ファンのため何かできないかなと。これは難しい問題よね。だって何かやろうと思ったら仁淀の体借りなあかんわけですしね、うん、どうなっていくんでしょうか。ただおもろい展開になってきましたね。これは楽しみや。ちょっともしかしたら来週再来週あたりで泣ける展開が来るんじゃないかなと予想します。はい、以上神クズアイドル、6話でした。この後は、メイドインアビスですねの、烈日の黄金鏡の6話見ていきます。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここから僕の自己紹介と悲惨な現状のお話になりますので、興味のある方はここで終わってください。はい、僕はもう普段ね、マジックをコントでもやったりしてます。子供たちを笑う、ね、笑ってほしいんでということで、まあこういうことをしながら普段は主に子供たちの前でやればできる諦めないこれを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響で全てぶっ壊されてます。2年半ほどまともに仕事がありません。で、今年の3月までに87連休、次に26連休、45連休、40連休続いて今日が29連休ですね。はい、で、まあ、7月ほんまは2本だけ仕事あったんですけども、7月23、24、2日間これがなんと僕がコロナ陽性になってぶっ飛びまして、7月、6月、1月、2月収入ゼロ、そして4月、5月がほぼゼロ、3月だけまともになりました。で、今年の収入が未だ16万円しかないというね、非常に厳しい生活を強いられてます。ほんまにお金使えません。僕は節約しまくってます。貯金だけでやりくりしてます。で、そんな中で、まあ、YouTube で少しもね、僕のことを知っていただきたいなと思って、まあ、こんなことをしないといけない、真冬の寒い風呂場、夏の暑い風呂とかでね、リアクション取らないといけないというね、まあ、非常に過酷な中でリアクションやってますが、残念ながら再生数ひたすら2桁、チャンネル登録も全く伸びずというね、地獄が続いてまして、もう正直やめたいです。しんどい、ほんまに。ただね、やめるともうゼロになっちゃいますんで、僕は諦めずにね、歯食いしばってどこまで耐えれるかですけども、耐えて耐えて耐えていけばいつか花咲く道は開くと信じて、一日も休まず動画投稿を続けて、なんと今日で867日です。ありえないですね。しかも去年1426本動画失い、さらに、ね、ちょっと推定ですけども、半年分の動画、1年5ヶ月分の動画を失ってます。多分2000本は消えてると思いますね。僕の投稿者の本数もね、ぜひ見てください。と、まあ、ここまでやっても全然ダメなんで、4月の25日に一度ね、僕はメンタルが崩壊して、もうリアクションやめるという動画を出したんですけどもね、思いのほか多くの方が応援してくださってることが分かったので、まあ、今なんとか気持ち切り替えてね、継続中です。いつもご視聴いただいている皆様、コメントをいただく皆様、ありがとうございます。ただ僕がパフォーマンスをする姿、これはね、知っていただきたいので、ぜひとも説明文読んでください。僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV、プロフィールあります。できればホームページと動画を見ていただきたいですね。で、いつかね、生で皆さんに賞を見に来ていただければと思ってます。それが僕の今の夢です。はい、そのためには節約生活を頑張らないといけませんので、ぜひとも応援よろしくお願いします。
はい、で最初、で最後にですね、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてあります。そしてあと3週間後ですね、9月に入れば驚きの発表がありますのでお楽しみに。以上、アニメリアク職人ことマジラジョゲニハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。